はい、車を買って調べてみたチャンネルのヒデさんです。今回の動画は新型ノート e パワー x グレードで高速道路での時速60キロから80キロの燃費走行インプレッションをお届けしたいと思います。最後まで見ていただくとプロパイロットで使用した走行の燃費がわかる動画となっております。でもほんまこのプロパイロットすごいな。読み取り、いつもご視聴していただきありがとうございます。視聴者の購入動機を後押しする動画を作成しています。車を買って調べてみたチャンネルのヒデさんです。こちらでは気になる車を約3ヶ月間所有し、買って乗って売るまでをコンテンツにしているチャンネルです。パンフレットや雑誌に載っていない、体験しないとわからない情報をお届け、購入して生活で使用しているからわかることをお伝えしております。これからの新車購入の参考にチャンネル登録、そして通知ボタンを押してもらうと新しい動画も見逃しません。ぜひよろしくお願いいたします。コンパクトカーで売れ出している日産ノート e パワー、購入した店舗は日産プリンス兵庫兵庫店さんとなります。いろいろ相談に乗っていただきました。心よく迎え入れてくれてありがとうございます。店舗のリンクを貼っておきます。新型ノート e パワー x グレードの高速道路での燃費走行はどうなんでしょうか。では高速道路燃費走行インプレッションの動画です。こちら高速道路で、いつものコースになりますが、阪神高速3号、京橋のパーキングエリアから天ヶ崎のパーキングエリアまで、アダプティブクルーズコントロール、プロパイロットですね。こちらを使用しながら法定速度内を走行し、燃費がどれぐらい、出るのか、測定したいと思います。では今、アダプティブクルーズコントロールセット。はい、今、生田川を過ぎたところでございます。でこのまんま、阪神高速3号乗って節目になるところで、距離とその距離での平均燃費っていうのをお伝えしていきたいと思っております。ほんまデジタル表示がすごい見やすい車やなと思っております。おっと、救急車来た。調節して、ちょっとマヤの出口付近は毎回混んでますので、ちょっともう一回アダプティブクルーズコントロールを入れます。ちょっと待った、なんか前がかなりつんのめってる。法定速度に設定し直しました。で今低速時アダプティブクルーズコントロール、一番今車間が短いところですね。こう、段階としては1、2、3段階、アダプティブクルーズコントロールがあります。はい、前が抜けたのでこのまま進んでいきましょう。あ、ちょうどこのきついカーブ差し掛かったところで、ちょっと今一旦ハンドルを緩く離してみてます。うん、バッチリ両方のライン読み取っております。ちょっと待った、合流だったんで今右側に、移ってみました。でアダプティブクルーズコントロールで設定速度今65で入ってるんですけども、もちろんアクセルで、速度を追加することも可能です。でアダプティブクルーズコントロールの状態でこちらメーター周りなんですけども、すごく分かりやすい設定になっております。読み取れておれば、左右読み取れておれば、基本的にはグリーンのラインが出てる状態です。今日はみんな飛ばすな。ちなみにガソリンは昨日満タンにした状態で今走行しております。今燃費がね、もうすぐで5キロになるんですけども伸びてますね。
今5キロ走行したところになっております。その状態でただいま平均燃費 32.9 と表記されております。さあこれが最終尼崎のパーキングエリア、どれぐらい伸びるでしょうか。いろんな、新型ノートの e パワーの動画見てきたんですけども、燃費に関しては高速道路はどうも苦手だというふうになっておるんですが、あまりこう速度の出せない高速道路なんですけども、まあ要は日本の下道の最大60キロっていうのに適した燃費計測やと思います。でまあこれが一つの購入の指標になればなというふうに思っております。で、こちら新型ノートでこちら走ってるこのコース、他の車でもいろいろ測定しております。ヤリスクロスとかも同じコースで、走ってます。かなりその時も燃費が伸びました。で、ラブ 4PHV もこちらで、測定しております。あと、結構良かったのはあれか。タフトの燃費もかなり良かったです。まあもちろん軽自動車っていう車の軽さが有利に働いた部分があったりとかもするんでしょうけども、燃費としては優秀やったなというふうに振り返ると思います。まあ、この新型ノート、この運転席周り、すごく未来感あっていいなというふうに思います。なんせ見やすい、いろいろ。で、この間、奥さんの方も、この新型ノートを乗って、運転したレビューアップしてまして、かなり好評やったみたいで、また改めて乗りたいというふうにも言われております。もしよかったらその辺の動画も、上のカード出しておきますので、よかったら見てみてください。あ、ちなみに走行モードはエコモードの状態で走っております。前回、こちらのコース、高速道路のインプレッションとして、一本動画上げております。その時はもうエコモード一本で走った動画となっております。さあ、もうすぐ10キロ付近。なるところでございます。なりました。ただいまの平均燃費 31.4 となっております。こちら平均時速も出るので一応言っとくと、平均時速は58キロとなっております。で、ずっと今アダプティブクルーズコントロールの状態で運転しておるんですけども、 EV の状態とエンジンが動いた状態っていうのがどうも交互に6分間に1回エンジンがかかっているようなイメージですかね。あと高速で乗っていて思うことをお伝えすると、つなぎ目に関してはすごくこのクラスの車格の割にはもうすごくいなすのが上手やなっていうふうに思います。別にフロントが重いとか後ろが軽いとかっていう感覚も特になくて、なんかもうスーッと連れてってくれるような感覚の車やなというふうに思います。で、ついでにあれしようかな、アダプティブクルーズコントロール、ハンドルのアシストも入ってる状態でハンドルを一度離したいと思います。では、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10秒で警告が出るような感じになっております。では次、10秒経った後の警告の後、音で知らせるのがどれぐらいか測ってみたいと思います。9、10、はい、1、2、3、4、5、大体3秒に警告出ましたね。で、速くなってきました。おお、減速するって出るんや。おお、減速が怖かった今。
これはあかんな。これはもう減速させるようにできてるんですね。これは危ない。いやでもまあ安全にそういう風な設計になってるんやなっていうことだと思います。あれやったら警告が出た後はハンドル逸脱が板外れてましたね。今確認したら。今エネルギーモニターを見てるとバッテリーのセルが今2メモリの状態で、バッテリー走行がずっと今行われてる感じです。あ、エンジンかかりましたね。でもエンジンかかってもエンジンがかかったタイミングがもうアダプティブクルーズコントロールの場合わからないです。それがすごいなと思います。あ、でももうあれか、言うてる間に尼崎のパーキングエリアの近くまで来ちゃったな。でもほんまこのプロパイロットすごいな。読み取りほんまセンターにカメラの性能なのか、そのプロパイロットとしてのこの概念の違いなんかわかんないですけども、両方の線あるんですけど、ほんまセンターに、ビシッとこう車を持ってくるような感じになってます。スバルのアイサイトとかのアダプティブクルーズコントロールだとちょっと左寄りになったりとか、あとトヨタさんの場合でもちょっとどっちか寄ったような感じになったりとかします。これは多分メーカーそれぞれなんかあるんやろうなと思います。詳しい方もしおられたらその辺どうなってんのか知りたいので教えてくれたら嬉しいです。と言っている間に尼崎のパーキングエリア到着しました。あ、いたいた、こちらに止めましょう。このアラウンドビューモニターほんま便利。はい、到着です。出ました、燃費34となっております。走行は33キロ、すげえ優秀な燃費が出てきました。やっぱりあれですね、60キロ近辺ぐらいの多分日本車の、設定やと思うんですけど、60キロぐらいだと一番燃費が出やすいんじゃないかなという時速で走った感じで言うと、34キロっていうのはかなり優秀な方だと思います。多分一番このコースで燃費良かったんじゃないかな。はい、こういう結果になりました。このチャンネルでは車についていろいろ調べているチャンネルです。新車でいろんなものを買って乗って売るまでコンテンツにしております。他の動画ももしよかったら見てみてください。車を買って調べてみたチャンネルのヒデさんでした。